あとあのボディですね。歩くだけで見ちゃいますよね。ずるいなって。いいなって。いいかな？ねえ、いいでしょ？私？どう見ても普通のシスターでしょ？あのエンジェルズシアの旦那こそ、君と同じ。ただの一般人には見えないわ。どうも、ロサリア役、角間愛です。インタビューになんで答えないといけないのか、早く終わらせたい。なんてことはないです。今日は頑張ります。よろしくお願いします。収録の際に初めて知ったんですけど、その時にゲーム画面見せていただいて、あ、今はこう羽つけて飛べるんだと、こう、なんですかね、ボタン少ない時代で私のゲーム人生は止まっていたので、こんなに自由自在に動かせるようになると、もういよいよ私はちょっと一歩ゲームの世界に向き合わないといけないなって思って、実はこうプレイをちょっとだけさせていただいてるんですけど、そのいろんなものを拾ったりするっていうのを結城の葵さんに聞きまして、その拾う作業だったり、あとこういろんなものをですね、なんか採集もそうですし、戦ったりっていうのもなんか割と楽しめて、サクサクと終わりと自分の中では進められている、なんか入りやすいゲームだなって思いました。シスターということで、いい感じのね、見目麗しいなんかお姉さんで、いいものもいっぱいお持ちで、すごいいい女じゃんって思ってたんですけど、こう設定資料をねいただきまして、見てる限りやる気のなさが全面に伝わるって言いますか、あ、ロサリアさん、このもらった台本でやっと出てきたって思ってもすっごい少なくて、何ですかね、これぐらいもらったんですけど、ロサリアさんこれぐらいしか喋ってないみたいなぐらい、あれ、めくってもめくってもロサリアさん出ないなって思いながらだったんですけど、なんかその理由っていうのも、ロサリアさんってこうみんなと会話して、その何ですかね、目的に向かってっていくより、自分の脳内の中で結構結論を出してしまったりとか、一つ答えを導き出せてしまうっていうタイプの人で、でその結果に最短でいくルートを決めて、で相手が何を言おうとその結論への道筋を揺るがせないっていう強さを持った、そんなちょっとクールでもあるし、でもその目的っていうのが何ですかね、クールだけど冷たいわけじゃなくて、相手のことを思った優しさも持っているっていうような、そんな印象が強いですね。ロサリアさん、こうすごいクールで、なんかもう、あ、やる気ない、やりたくない、早く帰りたい、なんでこんなことしなきゃいけないのばっかりかと思ったんですけど、他のキャラクターへのなんか言った後、冷たそうに見えた後に見せるちょっとしたそのロサリアさんの本心みたいなのが見えた時に、なんだかわいいじゃんと、なんか占い師みたいな、全部見透かして先を先を言ってるけれども、ロサリアさん自身はすごい自信満々にそれを導き出したわけでもないのかなとか、でそんなクールな彼女が家で何やってんのかなって思った時、これが一番私的にはロサリアさんのおすすめポイントで、なんか今日ロサリアさん役なんですけど、こんなに可愛いセットを準備していただいてて、もしかしたらスイーツ好きな設定があったりするのかなとか、なんかギャップが見えるのかもしれない、これからがちょっと知りたいなっていうようなキャラクターに変わりました。なんか多面性があるのかもしれないな、なんて思いましたね。似ている部分は、めんどくさがり、私も割とこう自分で結論を勝手に決めつけて、このやり取りいりますかっていうのとかを勝手に、そうですね、脳内で思ってしまって、あ、ここ無駄だなって思ったらそこの力を全力で抜いてしまうという、ちょっと冷めたところというかがあるんですけど、ロサリアさんはそのことをこう、なんで一貫してできる強さを持っているんですけど、私はじゃあいい風にも見られたいっていう気持ちが強いので、その後ヘラヘラしてしまう、なんかめんどくさいって思うけど嫌われたくないの狭間にいるタイプなんですけど、ロサリアさんはそれを一貫して貫くかっこよさを持っているので、
人としてもちょっと憧れがありますね。なんか手の抜き方がかっこいい。でも抜いてるだけじゃなくて、きっと何か目的があるんだとか、なんか表面楽したいだけじゃないんじゃないかって思わせるミステリアスな部分っていうのが羨ましいし、ずるいなって思ってます。あとあのボディですね、ずるいなって、歩くだけで見ちゃいますよね。ずるいなって、いいなって、そんな感じです。最初に結城葵ちゃんからその原神のゲームの話をちょっとできる機会があったので、で自分主人公やってるんだって、でまだこのインタビュー葵ちゃんが受けた時にまだ配信前だったからがっつりプレイできてなくてみたいなので、カニを拾うって答えたんだよねっていうのがすごいインパクトが強くて、で私もそんな印象でやってたんですけど、でもこう葵ちゃんは絶対選ぼうと思って、でオープニングでそれを選んだら瞬間にホリエルをこうあんなことになってしまうっていうのを知らなくて、なんかちょっとホリエル元気みたいなことがすごく今心配しているところであります。でも多分結局巡り巡って私は青ちゃんを選んでいるとは思うんですけど、青ちゃんっていうかもう主人公女の子の方ですねっていうのと、そうですね、ガイアさんが結構自分の中ではプレイしていて扱いやすいので、でそんなガイアさんとロサリアさん自身もなんか謎のどういう経緯であなたたちは一緒にねこう酒の場にいるのかなみたいなシーンがあったりするので、ガイアさんとの関係はちょっとずっと気になっております。あとはアンバーちゃんみたいなウサギ伯爵みたいな存在がロサリアさんにもいたらちょっと楽しいかなって、こうロサリアさんがクールに決めた後にいや違うんだよみたいな、ちょっとウサギ伯爵はね喋ったりはしないんですけど、なんかこうお供みたいな子がいてちょっと喋って代弁してくれたりフォローしてくれるなんて子がいてもいいなって思って、結局はロサリアさん可愛いよっていう話にはなっちゃうんですけど、そうですね、そういう子がいてもいいのかなって、勝手に本心喋っちゃう子とか、こういうことで彼女はクールに今決めておりますとかっていう子がいてもいいんじゃないかなって、見てみたいなって、夢の中の話でもいいので一回ちょっとそこは運営さんにお願いしたいなと思っております。あとはそうですね、なんかバーバラちゃんにはちょっと冷たく当たってしまったかなって思ってるので、もっと優しくしてあげるそんなシーンが欲しいなと、バーバラちゃんのメンタル面を私は心配しております。はい、空飛びたいとはずっと思ってて、個人的にも夢で、でそのプレイ画面見せてもらった時には飛びたいって思い、私もゲーム上で空飛んで楽しいって思ったんですけど、落下死をすごいしちゃって、なんかゲームの嘘っていうかゲーム性で落下死があるって思ったことなくてすごい落下しちゃったので、落下死があるなら私は空を飛ぶ勇気がまだなくてなんですかね、だから延々と拾い物をしちゃうかなとは思うんですけど、あとはこう壁を登りたい、何分こう腕の力がないもので、小学校の時にあの鉄こう登るやつ、登り棒登れた試しがないから、ドヤ顔で永遠壁を登り続けたいですねこんな夢じゃないか、もっといろいろあるよね、でももっと進めた先でまた夢ができたらやりたいなって思ったことがあったらちょっとお伝えしたいなと思います。ロサリアさんはできるだけそのエネルギーを使いたくないんですね。なのであんまり構いすぎず適度な距離感でいてあげてほしいなと。けどそんな彼女もですね、ちょっと謎多かったかなって思うんですけれども、皆さんがプレイヤーとして扱うことができるので、扱った際にはちょっとかっこいい技とかもいっぱい決められたりするので、ぜひ好きだなとか気になるなって方はぜひちょっとお手元に置いていただいて、こうクールな感じで楽しんでいただければと思っております。マジで可愛いんで、うちのロサリアさんをよろしくお願いします。ありがとうございました。